あれ？どうかしたの、ティトレ？なんでアニーとヒルダがいねえんだ？確かに。まさか、アガーテがヒューマの娘たちをさらっていくということがまた！人聞きの悪いことを言わないでもらおう。ミルハウスと。陛下はそのような、人さらいの命令は下してはおられぬ。アニーとヒルダが登場しないのは、察してくれ、大人の事情だ。苦情はバンダイナムコゲームスに言うのだな。くぅ、せちがれ。3年経っても、日本の景気は冷え込んだままだったか。いや、待て、腑に落ちんな。メインキャストを呼ぶ予算がないのに、ミルハウスと、どうしてお前が登場する。ああ、呼ばれてみれば。あいあい、おかしいじゃねえか。3年前、プレイステーション2版でやり残していたことがあってな。その未練に肩をつけに来た。なるほどな。俺との決着か。我は力、我が剣は我が守るべきもののために。この猫耳、ずっと触ってみたかったのだ。3年越しの夢がついに叶ったぞ。おお、このコリコリとして飽きのこない手触り。陛下の耳よりわずかに硬く、しかしながら筋張っているというでもなく、指と指の間でしゃっきりポンと踊るようだ。ヨブだというよりは本当に踊っているよ。さすが筋金入りの猫耳萌え。ユージンは猫じゃないのに。陛下最高。落ち着けミルハウスト。この鎮魂状を飲むんだ。すまない、取り乱してしまったようだな。リバース随一の良識派である私としたことが。それでお前は結局何をしに来たんだよ。実はバンダイナムコゲームスから PSP 版リバースの資料を預かってきたのだ。受け取れ。どうやら今回のテイルズ・オブ・リバースはただの移植にはとどまらず、なんと PSP 版ならではのパワーアップが図られているらしいぞ。川下りのミニゲームがパワーアップしてたら嬉しいな。僕あれ大好きなんだよね。リバースの魅力といえば何といっても戦略性の高い戦闘システム、スリーラインリニアモーションバトルシステムだ。俺はそこにさらなるパワーアップを望みたい。聞こうか。本来スリーラインだった戦闘を今回の移植版では豪華にも256ラインに増加するのだ。旋風装、レック装、豪華装、瞬人装、潜在装、烈風人装装、合膜旋風が、烈風瞬人殺、烈風爆雷神。我が王に解くと受けよ、ファイデリティテスタメント。テア、トウ、テア、うわ、くらえ、それ、テア、ケア。立ちが上がない。ミルハウスとラインを合わせて勝負だ。僕で何を話しているか聞こえる。ラインを合わせるぞ。しまった、すれ違ったか。合わないな。あと2ライン手前に来い。そっちがあと3ライン奥に来い。やっぱり3ラインで十分だと思うんですけど。そうだな、256ラインリニアモーションバトルシステムは却下だ。他に何かアイディアはあるか。俺はそうだな、ひよぎが増えてたりすると嬉しい。ひよぎ？あ、ほら、マオとユージンのひよぎがあんだろ。神父の爆炎、我が友に宿れ。これが全てを焼き尽くす豪幕の魔装だ。ひよぎインフェルノドライブ。それそれ、そういう友情合体技がプレイステーション2版の時には欠けてたんだよな、俺とベイグの間に。
確かに言われてみれば、俺とお前の非容疑はなかったな。夕日の海岸で殴り合いまでした中にしては寂しいものがある。いい機会だなあベグ、新非容疑一丁編み出してみるか。いいだろう。お前たちの新非容疑、私が受けてたと遠慮なく打ち込んでくるがいい。行くぞストレイ。くわえ、俺らのファイナルショット。アメキアメキアアメキア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 無限絶叫時鼓膜が。完璧な友情非容疑だ。間違いなく五つ星だな。ってあれ、耳が痛いんですけど。クレアって言ってるし。味方まで倒してどうする。あらら、まあいい。実際にどこがパワーアップしたのかはプレイしてからのお楽しみということにしておこうじゃないか。うまくごまかしたな。そんなわけで3年ぶりのテイルズ・オブ・リバース、楽しんでもらえると嬉しい。最後になるが、プレイステーション2版が発売されてからの3年間応援し続けてくれたみんなに感謝をしておきたい。こうして再び出会うことができたのもみんなのおかげだ。俺は3年前作品を通して善意というものの大切さを。あ、固い固い、堅苦しいっての。最後くらい明るく楽しく締めてもバチは当たらないのではないのか。何か一発ギャグでもドカーンとかましてやれ。一発ギャグか、そういうキャラじゃないんだが。まあいい、キャラなんかにこだわるよりみんなに喜んでもらう方が大事だろうしな。さすがベイグ。行くぞ。ピーチパイが食べたいな。欧米か。でもそんなの関係ねえ。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 でもそんなの関係ねえ。おっぱっぴー。